様子を日々アップしている白津さん。41歳の時に生まれた春太くんの成長を写真に収め続けています。ありのままですね、本当に何もないです。今日はこんなことがありましたとか、本当それだけであって、それで何かあるのって言われたら何もないですって答えるしかないです。本当にありのままですね、はい。白津さんと春太くんが住んでいるのは岩手県の自然豊かな町。家族3人、常にその中心にいるのは4歳の春太くんです。そんな家族に起きたある出来事、白津さんは今でも鮮明に覚えています。実際どうかって言われると100円のボロボロなウルトラマンだなって思っただけです。全く。リサイクルショップで春太くんが見つめていたのは、塗装が剥がれてボロボロになったウルトラマン。税込み200円で売られていました。何回も行って何回も見てる品だったんですけど、たまたまその時春太が、いや、ボロボロになってかわいそうだから連れて行くって言ったんで連れて行ったっていうの。白津さんは気にも留めなかったウルトラマン。ボロボロだけどいいの？と尋ねました。すると返ってきた言葉は、たくさん戦ってみんなを守って怪我だらけなんだよ。連れて帰るという春太くん。うわーって思いますね。もう一発目にはうわーと、そう来るかっていうか、いいこと言うねって思い思いましたね、はい。春太はそんな風に感じていたのか、思いがけない言葉に目頭が熱くなりました。白津さんもウルトラマンが大好きな子供でした。今でもずっと集めてきた大切なコレクションで部屋は埋め尽くされています。おもちゃは遊ぶもの。コレクターにとって重要な商品タグを惜しげもなく外し、春太くんに渡してしまいます。そんな影響を受けてウルトラマンが大好きになった春太くん。傷ついたウルトラマンを持ち帰った後、取り出したのは絆創膏でした。いろんなとこ怪我してるな。いろんなとこ怪我する？うん。なんで怪我したの？いっぱい怪獣と戦ったんじゃない？そっか。弱い。一人でさやったからさ、こうなっちゃった。仲間いないからさ。だよね。仲間いないとさ、こんな風になっちゃった。一人きりだったもんね、だってね、初めね。うん。その後、心配しすぎて一緒に寝てしまった春太くん。そして、白津さんはいつものようにその様子をツイッターに。ただ単に一緒に寝てたんで、あ、可愛いなと思って撮ってあげて。
だって。今、はるたくんが夢中になっているのはカブトムシ。この夏は毎日探しに出かけ、そして100匹以上捕まえました。ここ黒だから赤いしじゃない、じゃない。やりたいということは何でもやらせる、それがシロツさんなりのサポート。子育てしている意識はありません。あの時もっとあれすればよかったなっていう後悔が残ってしまうんではないかということを考えると、逆に今やりたいっていうことは全部やらせようっていうふうに思って、で失敗して気づいたり成功して喜んだりっていう毎日をただ淡々と普通に過ごせるっていう。明るく優しい性格、そんな息子の姿を見ていると忘れていた幼い頃の気持ちを思い出すといいます。全国どこでも多分傷ついたお人形さん寝かせたり布団に入れたりっていうのはやってると思うんで、だから逆に言うとそういうのを忘れてほしくないなっていうのだけは思ってます。はい、このまま何気ない日常の中に大切なことがある。これからも一緒に遊びながら成長を見守っていこうと決めているシロツさん。ウルトラマンエースの言葉のように、はるたくんに育ってほしいと思っています。優しさを失わないでくれ。弱い者をいたわり互いに助け合い、どこの国の人たちとも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようと、それが私の変わらぬ願いだ。